はい、今日3回目のね、録画ですね。スマートフォンでね、モトブログをやってみるという動画をね、1年ぐらい前に撮ったんですけど、それの続きというか続編ですね。あの時はね、ヘルメットに、マウントしてね、やってみたんですけど、その時はまあまあうまくいったんですね。ただ、ヘルメットマウントにしてしまうと、どうしてもそのヘルメットしかね、使えないという問題があるので、ネックマウントにしてみたらどうかなということでね、考えてたんですね。ただネックマウントにした場合、マイクをどこにセットするのかという問題が出てくるんですね。でね、数日前ふと思いついたんですけど、マスクの中にマイクをセットしたらどうかなというのを思いついてですね、やってみたんですね。まあ部屋の中でやってみたときはまあまあうまくいったんですけど、果たしてね、例えばシールドがほとんどないオートバイですね、あのジェットエールみたいなオートバイでマスクだけしててね、ないしはシールドが、まあ、半分ぐらいまでしか、目の辺ぐらいまでしかないヘルメットですね、ジェットエールでも。そしたらマスクだけでね、風切り音がしないでいけるのかどうか、そこがすごい気になってたんですね。それでまあ今日撮ってるんですけど、ただ結構ねいろいろ問題点があったんですね。スマートフォンをネックマウントしてるのはいいんだけど、録音ボタンを押してね、首にかけたってると、結局スマートフォンがこう結構動くので、自分の体の方にスマートフォンの表面板、タッチパネルの方ですねが触って、勝手に録画が止まってたりとかいうのが結構あったりしてですね、その問題が一つちょっと出てきて、どうかなというのが一つと、その本当にシールドが前に全くなくてね、マスクだけで風切り音がしないでね、録音ができるのかどうか、要は聞くに耐えるレベルで録音できるのかどうかですね、そこがすごい、まあ、疑問だったんですね。それで今日ね、まあ、テストやってるわけですけど、今日これ3回目です。なんで3回も撮ったかというとね、さっき言ったように、スマートフォンが勝手に録画がね、タッチパネルがどっかに触って、録画が勝手に停止してしまってるという場合があったんで、3回撮ってるんですね、これね、今日ね。だからやっぱりネックマウントにする場合は GoPro の方がよくって、 GoPro だと物理的なスイッチがあるんでね、それでもしマスクの中にマイクをセットして全然 OK ということであればね、やっぱり GoPro の方が向いてるでしょうね。スマートフォンで無理やりやるのは結構まあなんて言うんだろう、あんまり取れても取れてなくてもいいような内容の部分だったらいいと思うんだけど、どうしてもそこは例えばそのキャンプとか行って、キャンプツーリングとかでそこは取れてて欲しいよなって思うところがね、録画できてなかったっていう場合はちょっとがっかりするでしょうからね、そこの問題が一つまたあったりもするんですね。今これ時速でいうと60キロぐらいかな、走ってますけど、これで風切り音がね、それともう一つは本当しないで済むのかどうかですね。2つ問題点があってね、それを取ってみてます。で、一旦もうちょっといったらちょっと止めましょうかね。ずっと喋ってるほど内容がね、今回あるわけでもないんですよこれ山の中入りますんで、これ止めましょうかね、一回ね。はい、ここで一旦ね、テイク3また止めてみます。